にちは、みほとけです。ナム。はい、今日はですね、私の夢を叶えたいと思います。それは精進料理をお腹いっぱい食べたい。お家にいる時間長かったじゃないですか。そうするとね、一日の楽しみが食べることなんですよ。そしたらもう食べることへの興味どん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 増してきて、もうかねてからね、いつも一汁一菜で食べてる朝ごはんだったり精進料理がね、ちょこちょこしたものばっかりなんですけど、今日はお腹いっぱい精進料理を食べるという夢を叶えさせてください。ということで精進料理お招きします。どうぞ。はい、はい、お招きしました。精進料理の皆様です。いやー、憧れだったね、山盛りのご飯、そして丼のけんちん汁、大好きなごま豆腐は三段重ねでございます。山盛りのひじき天ぷら、お漬物も盛りだくさん。キャー、早速いただきます。いただく前に五感の下という食前のお経を唱えます。これは曹洞宗式なんですけども、お坊さんの真似をして読ませていただきます。一つには功の多少を測り、家の来生を測る。二つには己が特業の善欠と測って苦に応ず。三つには真を防ぎ、戸川を離れることはトントウを衆とす。四つにはまさに良薬をこととするは行幸良善がためなり。五つには浄土のためゆえに今この時期を浮く。いただきます。今唱えたですね、五感の下というのは、今のは曹洞宗式ですね。一つ目はこの食事がどのようにできたかを感じて感謝して食べましょう。二つ目は自分がこれだけのものをいただくために精進をしておりますか、まあ、反省をしつつ供養を受けましょうということ。三つ目は心を清らかに保ち、むさぼり、怒り、愚かさ、この三つを立って食事をいただきましょうという戒め。四つ目はこれはまさに良薬、体を健康にし心を豊かにするという、とても体に満ち満ち溢れるものですよっていうこと。五つ目はこの食事たちは仏様の修行そのもの、これをいただくことは修行そのものなのですよという自覚を持とう。そういうことですね。いや、ありがたいですね。直作法にもいろいろありまして、ご飯を食べる時に音を立てていけないっていうのも作法らしいんですよ。音を立ててしまうとその後罰則として写経を書かされたりとかもあるらしいです。もうすでに私ダメじゃん。精進料理ってそもそも何なのかっていうと、お坊さんが修行中に食べる食事ですね。これは仏の教えに習っていて、不殺生という教えがあるんですね。生き物を殺してはいけないっていうやつです。あれを実践するためにこちらの食材には一切動物性のものは入っていません。お肉に見えるこれもお豆腐ですし、揚げ物でもつなぎに卵を使っていません。このたっぷりのけんちん汁もすべて根菜、特に禅宗ですね、曹洞宗だったり臨済宗だったり、それって食べること自体がもう修行なんですよ。なので厳しくもう作法は決められていて、食べる前のあの下門であったり、おかわりの作法からどっからどう食べるか、誰かの次に食べるかみたいなのも全部決まっています。食べる速度まで決まってるんですね。厳しいですよね。というのも曹洞宗には道元さんという方が開かれたんですけども、道元さんは天蔵教訓っていう食事作法を決めた教義書まで書くぐらい食事と向き合った宗派なんですよ。なので曹洞宗はもう精進料理がめちゃくちゃ発達していまして、五穀を避けるっていうルールもありまして、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、ネギ、まあ、こういう風に匂いのきつい食べ物ですよね。それってすごく精力がついちゃうんですよ。精力がついちゃうこと、匂いがきついことは修行の心の妨げとなるので食べない、そういうことらしいです。なのですごくね、味は優しいのが多いです。刺激的な味は全然ないですね。
の全てのこの食事のお恵みへの感謝の気持ちをこの食事を作らせていただける、用意させていただけるという喜びも感じております。お食事を作るときは孫に作るようにとか、お母さんが子供に作るようにとか、慈しみを持って作らせていただけるという、そういう老心を持って作るんですね。老心いただいてます。次に3つ目、鬼神老心大神の大神を広く広大な心を、この広大な心を持って、寛大な心を持ってお食事を作りましょう、調理をしましょうっていうのが料理を作る僧侶の、心持ちらしく、それをね持ってこう作ること、これをいただく皆さんが美味しく食べて栄養満点になりますようにっていうのが、一つの教えなんですね。すごくありがたい、美味しいです。山盛りのひじきが夢だったんです。いただきます。道元さん活躍したのは鎌倉室町時代です。なのでそこから日本の精進料理、ひいては日本食文化というものがものすごく広がりを見せていくんです。日本の料理って繊細で美味しいよねって海外に褒められるじゃないですか。それはこの精進料理がなくてはならない存在なんですよ。よく染みてる。こういう風に大豆料理が多いですよね。美味しいがもどきも大豆だし、高野豆腐もごひじきにも豆入ってるし、黒豆も超美味しいです。これって大事な大事なタンパク源なんですよね。やっぱりお野菜しか食べれないと筋肉、血となる、肉となるタンパク質が足りなくなる。そうなると大豆を取りましょうということになるんです。ただ大豆って生でそのまま食べるのに適してないですよね。ちゃんと下茹でしたり、皮を剥いたり、だしで煮込んだり、味を染み込ませたり、加工を加えることで美味しい美味しい大豆料理が出来上がってくる。これはやっぱり修行の方がさっき言った三心を持ってもてなして料理を作るという修行の上で、より美味しく食べる栄養素を取るにはということで修行苦労をなさった結果です。このようにすることでお出汁の文化と豆料理の文化がどん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 豊かになっていくんですよね。これはもう仏教のおかげです。ありがとうございます。でさっき言ったように誤飲を含まないであったり、動物性のものを食べないというのでかなり厳しいルールですよね。で世界にはこういろんな食事に関する、宗派だったり教え主義があります。例えばビーガンとかベジタリアンとか、あとはイスラーム系の方だったら豚のお肉が食べれないとかね、お酒が飲めない、たくさんありますけども、日本料理 その精進料理というのはその中でもとってもとっても厳しい分類にあるんですよ。だからビーガンの方だっても安心して食べれるし、そういうハラール料理の方も安心して食べれるということで、世界の方に安心してこんなに美味しいものを食べていただけるんですよっていうので今再注目されてるんですよ。もうどんどん広がる日本の食文化、大好きながんもどきいただきます。でっかい、大きすぎて重い。私の大好きなこのけんちん汁は建長寺さん発祥のお料理です。建長寺というのは鎌倉で一番大きな禅寺ですね。建長寺さんの修行中の僧侶がこれを作ったということで、建長寺汁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 、けんちん汁。いや大好きなごま豆腐に行きます。こんな三段重ねて食べれるのは私やません。いつももったいないからちびちび食べてたんですけど、いただきます。美味しいでございます。ありがとうございます。動物性ものを使わない、穀物を使わないっていうルールがある中でもこんなに味がバラエティ豊かなんてすごいですよね。ほんとありがとう。茄子の天ぷらいただきます。これやっぱり季節ごとにね合わせたものを食べましょうというのもその教えでもございます。夏なので茄子、
まあ私白米食べてますけど、やっぱり修行中はお粥ですよね。お粥を食べるらしいんです。でそれが白米で作ったお粥か玄米が入ってるのかお茶で炊いてるのかなど、いろいろお寺とか宗派によっても流儀が違うらしいので、こういうの知るのもちょっと面白そうですよね。これもそうだし、ごま豆腐もひじきも美味しくて、もうなんか食材はちょっと似たようなもの使ってるんですよね。根菜だったりお豆だったりお野菜でも味が全然違うから本当に楽しくずっと食べれちゃうっていう感謝ですね。これリアルお坊さんあるあるなんですけど、お坊さんって太ってるかガリガリかのどっちかなんですよね。で太ってる理由はいろいろ皆さんねご飯普通に食べたりもするんですけど、修行中ってご飯量は決まってないというか結構食べるらしいんです。でもちろん修行って体力勝負ですよ。足りない栄養分とか足りなんか自分の気持ちの足りなさを量で補うみたいなところがあって、たくさん食べるらしいんです。でもたくさん食べても結局そのお粥だったりお野菜だったりっていう料理だから、そんなにカロリーが高くないからいっぱい食べても太んないんですよ。で動いてるしね。で修行が終わって下山すると、向こうでいっぱい食べた胃袋が大きくなったまま下山するんですよ。だから食事の摂取量としては胃袋が大きいままだからそのままなんですけど、食べ物がどんどんカロリーが高いものに戻るじゃないですか。白米に戻ったりもちろん他のお肉を食べることもありますよ。ってなるとどん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 、摂取カロリーだけが増えてき太るということらしいですね。おかわりにも厳密な作法があるらしくて、お粥を配る当番の人がいるんですね。こう皆さんこう並んで座ってるところにこう器を置いてあってそこを配るんですけど、まずそのお粥をどれぐらい配ってくれるかを見ながら自分であもう結構ですみたいな量を決めるんですね。でプラスもう一周その人がおかわり用に回ってくれるんですよ。それは断っちゃいけないんですよ。もういただけるものだから断る方が失礼ってなるので、まあ、ありがたくいただきますっていうおかわりを受けるので、結果おかわり分の量も加えて自分の1回量を調整しないといけないらしいですね。大変。私だったらもらいすぎちゃうかもしれない。やっぱお漬物ってどう頑張っても音出ますよね。どうやって食べるのこれ、超人だ。ちょっとやってみようかな。たくあんを音をせずに食べてみます。凡人には無理ですね。しかしたくあんと白米ってほんと最高ですね。ごま豆腐にかけてはめちゃくちゃお腹にきますね。ずっしり。完食。煮物完食。残り少なくなってきました。
そば漬け酸っぱ。お坊さんってお肉食べるのってなぜか私聞かれることが多いんですけど、私が聞いた話だと自分が食べるために殺されたものっていうのは食べちゃいけない、でも例えば誰かが食べて残ったもの、お坊さんじゃない方が食べるために死んでしまったものでもそれをうちに譲り受ける、そういう肉なら食べてもいいっていうのは聞いたことがあります。完食。あ、ふぱ。ラスト一口はお茶でね、器をきれいに、はい、最後ね、米粒を一粒も残さず食べるように。さすがにお腹いっぱいであくびが出ますね。このようにね、お茶を入れて、よし、よいしょ。美味しかった。美味しいご飯を。たくさん食べさせてくれてありがとうございます。ごちそうさまでした。ガンモドキも食べましたね。漬物も2皿もいただきました。黒豆とひじきもいただきました。ごま豆腐大好きなの3つも食べれて、山菜も食べれたし、天ぷらもいただきましたし、かしら、よいしょ。で、あ、これですね。はい、塩漬物も食べました。で、はい、ご飯も完食です。はい、美味しかった、美味しかった。そして、ゲンゲン汁も完食しました。私の夢であった精進料理をたらふく食べること、無事完食いたしました。ご視聴ありがとうございました。皆様もぜひね、まあ、こんなにたくさん食べるのは全然精進じゃないです。はい、樽を知ること、むさぼらないこと、それが大事な大事な仏様の教えです。今日はちょっと特別にむさぼらせていただきました。はい、美味しいご飯をいつも皆さんありがとうございます。ということで、はい、みほとけの動画今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。ではこれにてナムー。